日本とイギリス、イタリアの3国での共同開発が公式発表され、アメリカに頼らない日本の F3 戦闘機開発に弾みがつくものと考えられている。今回は F3 戦闘機の心臓となるエンジン部分について詳しく見ていこう。日本の匠が作るエンジンだけではなく、他の部品にかけても高性能を誇っており、イギリスはそういった先進的テクノロジーが欲しいのでしょうね。2022年12月9日、日本の FXF92 戦闘機の代替となる次期戦闘機とイギリスのテンペスト計画、これにイタリアを加えた3カ国で新しい戦闘機の共同開発を行うと計画が正式に発表した。日本の防衛省は2035年頃までに配備を始めたいと考えており、航空自衛隊が保有している F2 戦闘機の代替機は多くの場合が次世代戦闘機と呼ばれている。開発は FXF92 のように日本側が表面上は開発の主導権を握ることになっているが、やはりアメリカとの共同開発というのが最も可能性が高いと見られていたのは事実である。その場合には現在使用している第5世代戦闘機である FXF922 ラプターや F35 ライトニング2を送り出したアメリカのロッキード・マーチン社の技術支援が必要不可欠であると考えられていたが、2020年末頃から他の案が囁かれ始めたのだ。その内容は、ユーロファイタータイフーンの代替機開発をテンペスト計画として進めているイギリスや、それに参画するイタリアも含めて、日本の次世代戦闘機開発のパートナーとして浮上してきたということだ。テンペスト計画には、初めから日本の参加を歓迎する雰囲気があったようだ。なぜなら、ヨーロッパの次世代戦闘機開発に日本の匠の技術を取り入れた上で、その主導権をイギリスが強化したいという思惑が強かったからだと言われている。実は、この時期にフランス、ドイツ、スペインの3国が進めているフューチャーコンバットエアシステム、略称 FCAS と呼ばれる欧州最大の防衛計画も進められていて、それに対抗する意図からも、イギリスは自国が主導するテンペスト計画への参加国を増やしたい気持ちを抱いていたのだ。これに対して、日本も次世代戦闘機開発には自国の都合を最優先できる技術支援先を望んでいたので、イギリスと日本両国の次期戦闘機をめぐる利害関係が一致した形になったことから話が進んだ。こういった経緯のもと、イギリスと日本の両国は2022年1月に新たな戦闘機に搭載することを前提にした機関部開発を共同で行う実証事業が開始された。そしてイギリスからは高級車を扱うロールス・ロイス社、日本からは IHI 社が参加することになった。このロールス・ロイス社はテンペスト計画で機関部を担当するだけでなく、ユーロファイタータイフーンに搭載されている機関部 EJ200 の基本設計を担った企業ということでも知られている世界的なエンジンサプライヤーであることを忘れてはいけない。やはり自動車製造企業というイメージが強い会社であるが、実はエンジン製造に定評のある企業なのだ。しかし、テンペスト計画に使用する機関部に関して、ロールス・ロイス社は開発にかなり苦戦していると伝えられており、実証機を含む試作の機関部が完成したというニュースが2023年に入っても聞こえてこない。2021年1月下旬に幕張メッセで開催された軍需品の展示会である DSEI2021 ジャパンにおいて、テンペスト計画に採用が見込まれる機関部について、空気の吸入量が毎秒100kg 以上、タービン入り口では
2000都市以上の高温への耐性等が見込まれていた。当然、これらの過程で、機関部に発生する熱を冷却する必要があるし、敵のレーダーやセンサーの探知から、機体そのものを隠すことも、同時に求められるため、ステルス性能の向上も図らなければならない。それから、ユーロファイタータイフーン搭載の機関部 EJ200 の10倍以上に相応する電力を発生させ、レーダーやセンサー類のアビオニクスに使用すると同時に、将来的には、兵装にも使う想定となっている。イギリスのロールス・ロイス社のテンペスト計画を進めるため、こういった機関部開発への取り組みがある一方で、日本で機関部の開発を請け負った IHI 社でも、次世代戦闘機に搭載するエンジンの土台は、できているようだ。それが、日本の防衛装備庁から依頼を受けた IHI 社が、2010年から開発を進めてきた XF9 エンジンである。これは、2008年度までに同社が開発してきたターボファンタイプの XF5 エンジンを土台として、次世代戦闘機への搭載を目指したエンジンと言ってもいいでしょうね。IHI 社の XF9 エンジンの開発は、機区分を大きく分けて3段階で進められていて、第1段階は2010年から2015年にかけて高温に耐えられる燃焼機と高圧タービン、軽量なコンプレッサーなどの主要部分の研究がスタートした。第2段階は2013年から2017年にかけて主要部分に加えて吸気口のファンや低圧タービン部分の追加研究を行うとともに、次期戦闘機への搭載時に求められるエンジンの必要な要素をすべて網羅させた。第3段階において一部機関を並行させながら、2015年から2019年にかけて、第1段階及び第2段階で得られた技術的成果をもとにして、戦闘機用エンジンとして組み上げられたものが、試作機の XF9-XF91 エンジンとして完成に至った。IHI 社が製造した試作機の XF9 エンジンは、2018年6月に1機目が防衛装備庁へ納入された以降、約2年間にわたって動作と性能の検証作業が続けられ、試作機ながら想定された数々の数値を見事にクリアしていった。XF9 エンジンの特筆すべき検証項目の一つに挙げられる、2017年6月のタービン入り口付近の温度が約1800°C という高温をクリアしたことによって、世界的にも非常に高い温度で動作することが確認された。この XF9-XF91 エンジンのサイズは全長 4.8m で、ファン入り口部分の直径が 1.0m で、アフターバーナー使用時の推力は約 15.0トンとなっており、戦闘機用のエンジンとしては、女王型の部類になり、使用と性能は世界基準に達している。例を挙げると、FXF935 ライトニングに戦闘機が搭載しているプラット&ホイットニー社製の F135 エンジンは、全長 5.6 メートル、ファン入り口部分の直径が 1.09 メートル、アフターバーナー使用時の推力は約 19.5 トンとされている。XF9-XF91 エンジンの方が F135 エンジンと比べてスリムボディで、アフターバーナー使用時の推力もやや劣っているように見えるが、XF9 は双発で、F135 は単発といった相違点があるので、優劣をつけるとすると何とも言えない。しかし、あくまでも XF9-XF91 エンジンの試作機ということから、こういった数値は地上での検証結果のデータであり、最新のアダプティブサイクル方式を採用していることから、エンジン自体の大きさに比べると高いパワーを持っていると言えるでしょうね。
アダプティブサイクル方式というのは、搭載した機体が上昇、巡航、戦闘などの高い軌道を行う際の条件下で、最適な性能を引き出すために工夫されたものである。しかも、前述したように、F-35 ライトニング2の F-135 エンジンよりも、XF-9 エンジンはコンパクトに出来上がっているため、空いたスペースを別の用途で使うこともできる。その一例としては、積載する燃料を増やしたり、兵装を増やしたりすることが挙げられ、用途に応じて運用の幅を広げることに役立つこと間違いなし。日本では、IHI 社の匠たちのたるまぬ企業努力が実り、このような高スペックの XF9 エンジンの製作ができたことで、また、世界中が欲しくなる技術を知らしめることになるだろう。イタリアのレオナルド社と、イギリスのロールス・ロイス社と、日本の IHI 社が共同開発を進めていく中で、今までに培われてきた技術が、どのように活用されるのかについても、注目していかなければならない。